日刊ザライブは2011年度2012年度に ABC ラジオで放送されていたスポーツ情報番組プロ野球オフシーズン限定の生放送番組で放送時間は毎週土曜日の18時18時30分 ABC ラジオでは例年プロ野球の公式戦が終盤を迎える10月第1週からナイターオフ編成に入っているしかし2011年度には 東日本大震災発生の影響で公式戦の開幕が遅れたため10月以降も日本シリーズの終了まではプロ野球中継 ABC フレッシュアップベースボール主体の編成を続けてきた当番組の放送枠では10月8日からサタデースポーツスペシャル有田修造のアリトークを放送しかし 朝日放送の野球解説者だったパーソナリティの有田が2012年度から阪神タイガースに一軍ヘッドコーチとして復帰することが決まったため2回放送しただけで11月12日に終了日刊スポーツ新聞西日本の全面協力のもとにナイターオフ編成で当番組を放送することになった当番組では毎回日刊スポーツ 大阪本社のスポーツ担当記者が登場。ABC ラジオのサッカー情報番組 FC オフサイドトークにも出演する高野淳一、福原歩美のコンビを進行役にプロ野球のオフシーズン情報やウィンタースポーツの話題を取り上げる。また、翌日に競馬の重賞レースが予定されている場合には日刊スポーツの記者による予想を紹介。 その予想に沿って番組で購入した馬券を希望するリスナーに抽選で進呈している。なお番組のテーマソングはああいう粉 BE My Girl でスポット CM にも BGM で使われている。ABC ラジオでは2013年4月1日から当番組の体裁を活かしながら他のスポーツ情報番組を統合した通年放送の生ワイド番組マンデー。 スポーツジャムを月曜日の夜間に編成。福原がパーソナリティ、高野は準レギュラーのナビゲーターとして出演している。2013年度のプロ野球オフシーズンには編成上の事情で当番組を放送しない代わりに、マンデー、スポーツジャムでプロ野球、サッカーを中心にスポーツ情報を幅広く取り上げる。ありがとうございます。